はつまり部長のお胸をありしたいと。ネタあれってなんだよ、んなこと言ってないだろ。ダメダメったらダメ。何がダメなんだよ。増えたからっていい気にならないでよ。出たー。お前は昨日の高尾のこと知ってるのか。ああまあいろいろあって。いろいろ巨乳をいろいろしてません。つうか流行ってんのその手。皆さん、あのまま続けていれば部長は前かがみになり、いずれ後頭部にあの豊満な胸が当たるわ。今まであれで落ちなかった男はいない。何？出てけ。いや、ごめん、あんたが悪くないのは分かってんだけどさ。で、そちらの部が勝ったらですが、うん、私たちが勝ったら高尾の胸をこれの刑にしよう。これだけ本気ですか。それはいくらなんでも。なになに、それじゃ勝負開始。大変だなお前も。このエロ俺に当たんなよ。レベル1、白鳥の威嚇。バカが、そんな威嚇で俺がどうにかなるか。直接攻撃じゃねえか。と高尾さんにもです。目をつつくな。高尾部長がジャッジの前を取ってない。あれってつまり、そう、つまり見せつけて。あの二人仲いいな。それは。何が気まぐれだって言ってんでしょ。別に狙ってやったんじゃないんだからね。
何怒ってんだよ。何でもない。あの私も勇気出してみたんですけど。